それではまず川口能活選手よりご挨拶を申し上げさせていただきます。皆さんお忙しい中、この記者会見の場にお集まりいただき、ありがとうございました。今シーズンで、引退することを決めました。今は感謝の気持ちしかありません。まだ何か話したの？大丈夫ですよ。今会場をご覧になっているのは今のお気持ちでもいいですし、はい、伺わせてください。先ほど会見の前に、ケチャップさんが、この風景の写真を僕に見せてくれました。その時に、僕のためにこれだけの皆さんが集まってくれたことに本当に感謝の気持ちしかありません。もう多くの人に支えられて、選手としてサッカー選手を続けることができました。自分が、まずサッカー選手として、必要な丈夫な体を、授けてくれた両親、サッカーに出会わせてくれた兄、指導していただいた先生方、それから、プロ選手として、認めてくれた横浜マリノス、ポーツマス FC、FC ノーシャラン、ジュビロ磐田、FC 岐阜、そして SC 相模原の、関係者の皆様、クラブに携わっている方々の皆様、そして、アドバイス、あるいは常にサポートしていただいた方々、共にプレーした先輩方、仲間たち、共にプレーした先輩方、仲間たちには、時には後ろから聞きたくないようなコーチングをうるさいと思っていたと思うんです。そういううるさいコーチングも、心よく受け入れてくれた選手の皆様、そして、家族、子供たち、そして妻、本当に感謝の気持ちしかありません。本当にありがとうございました。それでは質疑応答へと移らさせていただきます。まずはテレビ朝日様より代表質問お願いいたします。
代表質問させていただきますテレビ朝日の竹内教えと申します。よろしくお願いします。現役引退お疲れ様でした。ありがとうございます。この長い現役生活でしたけれども、はい、引退を決めた理由についてお話しください。はい、まあ、実は、この1年2年ぐらいですね、プレーを続けるかあるいは引退するかのその狭間で揺れていました。まあ、サッカーは大好きですし続けたい、でも、試合に出れない時もありましたし、まあ、その中で狭間、そのやめるか、ね、続けるかのところで揺れてはいたんですけど、今年の、ロシアワールドカップをはじめ日本代表の戦いぶりですね、それから各カテゴリーの、日本代表のやはりアジアでの戦いぶりを見まして、まあ、僕がその代表でプレーしていた時よりもやはりその上のレベルというかその世界で戦えるその日本のサッカーになってきてるなと思ったんですね。やはりその状況の中で、またこの違った形で貢献したいなと、日本のサッカーにやはり自分が選手としてではなくて違った形でやはり貢献したいという思いが強くなって、それで引退する覚悟を決めました。決断する上で誰かに相談はしましたか？やはり最初に、相談したのはそのいい時も悪い時も常に近くで支え応援してくれていた妻にまず相談しました。でやっぱりいい時というのは何をやってもうまくいくんですけど、自分が思い通りにいかない時というのは、なんですかね、周りに当たってしまったりとかその傷つけたりもした時もある。そういった時でもやっぱり常に近くで支えてくれていた妻にまずは相談しました。はい。背中を押してくれましたか？まあまあ、僕はその何ですかね、まあ、一番身近で見てますから僕が続けたいと伝えた時にはもういいんじゃないというこのやり取りがあったんですけど、最初僕が辞めると伝えた時にはなんでっていう、常にこの、まあ、僕自身がこの逆を取ってきたというか、まあそのそういうやり取りがあったんですけど、まあ、ただ最終的には僕の意思を尊重してくれました。決断して今日この日を迎えて今どんなお気持ちですか？はい、そうですね、まあ、まあやり遂げた気持ちとね、まだそのできるというかその体はすごく元気なので、なんていうんですか、まあ完全燃焼したかといえば、まあ、まだ余力はあるんですけど、ただ悔いはないし自分が
常にピッチ上であるいはピッチ外でもベストを尽くしてきて、そしてこの決断に至ったので、まあ後悔はしてませんし、まあ次のステップに行くという強い意志はあります。はい。長い現役生活を振り返って、一番嬉しかったこと、一番悔しかったこと、思い出をお聞かせください。やっぱり嬉しかったことは、やっぱりこう試合に勝ってですね、自分が、プレーし試合に勝ち、そしてまあ優勝した瞬間、一番辛かったことですか。一番辛かったことは、何でしょう。いいことも悪いこと、悪いことっていうかね、辛いことも数多く経験してきたので、まあ辛いことはやっぱりサッカーができなかった時ですかね。まあ怪我、あるいは試合に出れなかった。そういう時がまあ一番辛かったと思いますね。はい。私たちは川口選手の数々のビッグセーブ驚かされてきたんですけれども、はいはい、ご自身が一番驚いたセーブって何だったんでしょうか。驚いたセーブは何ですかね。まあ、驚いたセーブというか、いくつか挙げた方がいいですか。それか一つ。はい、いくつか挙げていただいても。いくつか。はい。まずは、ブラジルアトランタオリンピックの時にブラジルと対戦した時にですね、ロベルト・カルロス選手のシュートをキャッチした時ですね、あれは自分でもキャッチできるとは正直思わなかった。まあ、ただトレーニングの時にですね、マリオコーチからもうとにかくキャッチだと、キャッチしないとトレーニング終わらせてくれなかったんですよ。でそのトレーニングの賜物で、あのロベルト・カルロス選手のシュートをキャッチすることができた。あともう一つは、数多くあるんですけど、なんだろうな、ブラジルと対、まあ、これもブラジルと対戦した時だったんですけど、ドイツワールドカップの時に前半ですかね、ジュニーニョ・ペルナンブカーノ選手のシュートを指先一本で触ったシーンがあったんですけど、あのシーンはちょっとでも指の位置がずれてたら、もしかしたら指が折れてたかもしれないですね。それぐらい強烈なシュートだったんですけど、まあ、他にも数多くあると思うんですけど、まあ、その2つは自分にとって忘れられないセーブの1つか、まあ、2つかそうですね。はい、の自分自身に妥協しない選手というイメージなんですけれども、はい、ご自身の理想のゴールキーパー像というのは何だったんでしょうか。まあ、理想のゴールキーパーというか、自分のプレースタイルというのは、このね、サッカーとともに当然進化させなければいけないんですけど、やっぱり、ゴールマウスをしっかり守るってことは前提の上、より攻撃的に広い守備範囲の、まあ、そこがベースになって、攻撃的なそのフィード、常に攻撃の第一歩としてプレーする、そして、広い守備範囲で、ゴールを守り、そのやっぱり失敗を恐れない、それがやはり自分の理想のゴールキーパーというふうに僕は思います。はい。それに近づけましたか。そうですね、まあ一度も、今まで一度も自分が完成形に近づいたと思ったことはなかったので、
まあ、それが、自分にはできなかったことを、まあ、将来自分が指導者になったときにそういう選手を、ね、育てたいなというふうに思います。では最後に今後についてどのように考えていらっしゃるかお話しください。今後については、やっぱり自分はサッカーでここまでサッカーをして、人生を歩んできましたので、やはり現場でその指導者として、自分の、経験したことを伝えたいし、また自分も指導者としてサッカーは常に進化してますから、そのための勉強というのをやっぱりこれからもしていきたい、まあ、指導者になるための、歩みを、ね、しっかりと始めたいというふうに思っています。ありがとうございます。代表からは以上です。はい、ありがとうございました。続いては係の者がマイクをお持ちしますので、ご質問のある方挙手をお願いいたします。またご質問の際は会社の名とお名前をおっしゃっていただきますようにお願いします。それでは前の方から、はい、じゃあお願いいたします。お疲れ様でした。ニコニコ動画の七尾と申します。ありがとうございます。川口選手のことはみんな大好きだと思うので、ありがとうございます。皆さん悲しんでると思うんですが、今将来の指導者という話ありました。ちょっと具体的にお伺いしたいんですけれども、はい、まあ、いろんな評論家の方、ファンの方もいらっしゃいますが、その今の日本代表にですね、はい、ワールドカップクラス、ワールドクラスのゴールキーパーがいれば、はい、もっともっとワールドカップでですね、上位を狙えるはずだという指摘があります、はい、マイアミの妃の立役者となって4度のワールドカップ、はい、そして海外経験ですね。でこの経験をぜひ伝えてですね、はい、ワールドクラスのゴールキーパーを育ててほしいという声がありますが、こうした声についてはいかがでしょうか。お願いします。まあ、キーパーが、その人気のあるポジションになるためのやっぱりそういう、まあ、どうしたらみんなそのいやキーパー一番最初にやりたいというふうになるかというところだと思うんですよね。ですから、まあ、そのキーパー の、そのプレーのかっこよさというか、いやかといってそのただセービングすればいいっていう、ただダイブすればいいっていう、そういう問題でもないと思うんですけど、ただやっぱりその見た目ですよね、そこで、まあ、派手なプレーとは言わないですけど、その動きがですねかっこいいと、そういうふうに思えるところから入るのもありかなって思うんですよね。ですからその、フォームというか形、そういったものをやっぱりこだわってね、やっぱり見栄えって僕は大事だと思うので、その容姿とかそういうことじゃなくて、ね、そのプレーのかっこよさっていうところで、そういう選手がね出てくる、あるいは自分が、まあ、そうですね、育てられればいいかなと思うんですけど、まだそういうノウハウもないし、自分は指導実績もまだ全然ないので、まあ、これからそういうことは勉強していきたいなと思います、はい、はい、じゃあそちらの女性の方、真ん中にいらっしゃるビブスつけられている女性の方、お願いします。川口選手、お疲れ様でございました。ありがとうございます。相模原町田経済新聞という地域、ニュースを配信するメディアの鈴木と申します。学生時代、そして、FC マリノス時代で、イングランドに行かれ、デンマークに行かれ、で、J リーグに戻ってこられて、ジュビロ磐田、
FC 岐阜というそれぞれの時代とそれから日本代表という時代とリンクされておりますが、最後に SG 相模原時代というのを過ごされて、そして最後を迎えられるということについて、この SG 相模原時代というのは川口選手のサッカー人生においてどういう意味を持たれますでしょうか。やはり、自分が代表あるいは J1、J2 と上のカテゴリーでプレーしてきた中で、やっぱり J3 でプレーするというのは自分の中でも挑戦でしたし、その中で、その適応するための努力はしてきたし、そのもちろん厳しい環境の時もありましたけど、ただその中で、厳しい環境の中にもそのサッカーができる、サッカーが自分が好きだということをやっぱ再認識できた、プレーできる喜び、そういうことを改めて実感できた。そして、選手あるいはスタッフの方々の絆、その下のカテゴリーに行けば行くほどそのスタッフの数も限られている、それからスタジアムの運営もボランティアの方々が多いんです。そういう方々の献身的な姿勢というのを間近で見てきて、その温かさ、絆、そういうものをすごく学ぶことができた。その出場機会も減っていき、自分が選手として、納得のいく結果を得られたかどうかはちょっと疑問に思うところもあるかもしれませんけど、そういう自分が新しい自分が当たり前と思っていたことをまたその大切さというのを知ることができた、そういう3年間非常に濃い、多くの経験をできた3年間だったと思います。はい、じゃあそちらの奥の男性の方に行きましょうか。フジテレビの内野と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。長い競技生活お疲れ様でした。ありがとうございます。聞きたいこと2点ございます。はい、まずはそもそもゴールキーパーというポジションを始めたきっかけは何だったんでしょうか。またですね、はい、そのゴールキーパーというポジションが長い競技生活の中で川口選手に与えてくれたものことを教えてください。まずは、僕には兄がいるんですけど、その兄の勧めです。兄は、公園でサッカー、僕がサッカーチームに入る前からキーパーの練習をしてくれた熱心な兄だったんですけど、まあ、その兄の勧めとやはりキャプテン翼ですね。キャプテン翼の、僕はどちらかというとその、翼くんや日向くんより若林君や若島津君に憧れた、まあその一人なんですけど、まあ、その二つが、まあ、キーパーを始めた理由ですね、きっかけになりました。でキーパーを続けて、まあ、何をもたらしてくれたかというと、まあ、僕はその上背があるわけではない、その中で、練習を続け、自分が足りないと思ったこと、努力を続け、そこで、自分がこれだけの長いプロ生活を送ることができた。まあその努力をですね、続けることの大切さ、やはり常に自分はその代表クラス、あるいはワールドクラスのキーパーたちに比べて身長がないとこう言われ続け、
高校生の時まではほとんど言われなかったんですね、身長のことは。ただプロの世界に入ってこう言われるようになって、強がってはいましたけど、内心すごくその悔しさというか、その身長がないことはもうどうしようもないですよね。それを、何とかしたい、その動きの速さだったりジャンプ力であったり、そのまあ自分にとってのコンプレックスをその何とか自分が克服する、まあ、その足りないものを努力するためのエネルギーっていうのをやっぱりキーパーを始めたことで、知ることができた。そのエネルギーを出すやり方っていうか、ね、手段ですね、それを学ぶことができたかなというふうに思います。はい、内野さんの質問にの中でもお兄さんという言葉が出てきましたけど、お兄さんに先ほどの言葉もありましたけど、はい、お兄さんにこの引退のことを報告されたり、はい、両親に報告された時はどんなリアクションだったんですか。まあ、両親は、父と母は内心ほっとしてました。やっぱり僕が大きな怪我を2度して、まあ、うちの妻ともこう話していた時に、まあ、僕がやっぱり続けてることがね辛そうに見えたみたいなんですね。ですから、まあ、その自分が引退すると決めた時は、あの報告した時は父と母はほっとしてました。内心ただ兄はですね、まあ、改めてその引退するということは、リリースする前には伝えたんですけど、そのリリースが出た時にやっぱりその寂しさというのはやっぱ実感として湧いてきたという話はしていました。でもその後会った時にも、まあね、またお前らしく頑張れと、結果を出してここまでやってきたんだから、また次のステージに行っても頑張れという前向きな、ね、言葉はかけてくれましたけど、内心悔しさもあったみたいですね。まだまだやれるだろうという思いもあったみたいです。はい、すいません、ありがとうございました。はい、じゃあそちらの青のネクタイの、はい、男性の方。NHK の市橋と申します。はい、川口選手がゴールキーパーというポジション、はい、職業を続けてこられて、はい、改めてゴールキーパーというのはどういうものであったか、はい、そしてゴールキーパーとして最も大事にしてきたものを教えてください。やはりゴールキーパーというのは最後の砦で、頼れる存在であるべきだと思うんですよね。まあ、自分にとってまあ、環境の変化、それから心情の変化によって、まあ、プレースタイルが変わり、若い時の自分のアプローチと自分が中堅ベテランになっていく上で、アプローチをまた変えていくというこの作業を続けていく中で、その全てにおいて進化あるいは変化を加えて行くべきポジションなのかなと思いつつ、ただなんていうんですか、自分の中で譲れないものというか、そういう強さ、そういうものもしっかりとないといけないな
そのバランスが非常に重要なポジション。どの、まあ、ごめんなさい、他の、サイドバックであったりセンターバックあるいは、ね、ボランチとかやったことないのでそこまで細かい断言はできないんですけど、ただやっぱりその自分らしさ信念プラスそういう変化に対するそれ変化に応じての適応力、そのバランスが両方取れてる、より高いレベルで求められるものがゴールキーパーなのかなと。はい、まあ、ただ考えすぎてもね、あのそこは難しい、まあ、やっぱり自分らしさっていうのもしっかり、やっぱりだからそのなんていうんですかね、全てにおいて、頼れるポジションでなければいけないんじゃないかなというふうに思います。はい、その中で大切されていること、やっぱり不動のメンタルですかね。やっぱりメンタルのやはり浮き沈みがあってはいけない、メンタルの浮き沈みがあった時に隙を突かれるし、その自分の戦うステージがだんだんトップのステージから遠ざかっていくのかなと。やっぱりメンタルが非常に重要なポジションじゃないかなというふうに思いますね。もう一度サッカー人生を歩むならどのポジションがいいですか？いや、もう一度キーパーですね、やっぱり。はい、まあやっぱりその大変なこともありましたけど、やはりキーパーの練習が好きでしたし、やっぱり最初に見てキーパーがかっこいいなって思いましたから、もう一度サッカーをやれるとしたらしても、もう一度キーパーをやると思います。じゃあそちらの、静岡第一テレビの伊藤です。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。あの静岡のサポーターの皆さんもいろんな感情を持っていると思いますが、はいはい、ぜひあの静岡のファン、サポーターに一言、はい、そして、小学校、中学校、そして高校、はい、ジュビロ時代、いろいろ静岡でも過ごされましたが、はい、静岡時代の思い出も一つあればお願いしたいと思いますが、はい、まず、小学校の時に、サッカーにおいてですね、指導していただいた四条先生、それから太田先生、中学時代にサッカーの、指導を熱心に指導していただいた桜井先生、それから高校の時に、指導していただいた大滝先生、僕 の、 そのサッカーをやる上での、ね、礎を作ってくれた静岡、心から感謝の気持ちを伝えたいし、本当にその高校を卒業してから静岡を離れましたけど、静岡を離れてまたジュビロに戻ることができた、その時には、静岡の皆さん非常に温かく歓迎してくれた、その時の温かく歓迎してくれた時の思い出というのは忘れませんし、その後もね、僕がどこでプレーしていても常に応援してくれた静岡のファンの皆様、本当に長い間応援していただいてありがとうございました。もう感謝の気持ちしかありません。はい、ありがとうございます。いや、そのお隣の方、お疲れ様です。朝日新聞相模原支局の石田弘でいます。よろしくお願いします。その静岡の後に、
横浜マリノスでプロのサッカー人生を第一歩歩むわけですが、川口選手にとって横浜マリノスというのはどのようなチーム存在だったんでしょうか。当時、J リーグはまだ僕の子供の時にはなくて、JSL ですね、日本リーグ時代に、横浜マリノスの前身である日産自動車、日産自動車時代から、その日産に対する憧れというのはありましたし、横浜マリノスになってからも、J リーグでも常に上位を争う、そして、ゴールキーパーに、当時日本代表でプレーしていた松永茂達さん、やはり松永さんの存在というのが非常に大きくて、やはり自分が将来日本代表になるためにはやっぱり松永さんから吸収してその壁を越えないと日本代表にはなれないという思いがありまして、横浜マリノスについてどういう思いかという問いにとはちょっとずれてしまいますけど、自分が横浜マリノスを選んだ理由というのはその松永さんの存在がやっぱ大きかったですね。はい。マリノスから一番学んだことというのはどのようなことなんでしょうか。はい、学んだことですか。その当時マリノスに入団したときに、マリノスの選手の方々は、元代表あるいは現役日本代表の選手の方々がいて、ものすごい強烈なオーラを皆さんこう放っていましてですね、このとても気軽に話せるような、環境ではありませんでした。日本代表あるいは J のトップクラスの選手たちっていうのはこういうオーラが必要なんだなと、近寄りがたいオーラというかそういうものが必要なんだというふうに思ったんですね。そのプレーするだけじゃないまた違ったその雰囲気を出すことも大事なんだということを、もちろんそのレベルの高さですね、横浜マリノス そのサッカーにおける質の高さ、そういったものも当然学ぶことができましたけど、それだけではないその選手としての、必要なこのオーラというかそういうものが必要だということをマリノスに行って学びました。その隣のビブスの方。フリーランスでやりながらサカノワというサイトを運営している会社になりました、少し先ほどの質問とも重なるんですけれども、このゴール決められてやられたなっていう、もしゴールがありましたら、何個かでもベスト3なのか、あと、逆にもう一つ後ろから見てて本当にこのゴール決まって嬉しかったなっていうゴールもあれば、その両方知りたいと思います。そうですね、今まで受けたシュートの中で一番強烈だったシュートは、先ほども名前が出ましたけど、ドイツ大会のブラジル戦の時に受けた、ジュニーヨ・ベルナンド・カーノ選手の2点目のゴールですね。あのシュートはもう一度受けても、もしかしたら今でしたらこういうシュートが来るなって予測はできるので防げるかもしれませんけど、ただあの時に受けた衝撃は今でも鮮明に覚えてますね。あのシュートは素晴らしいシュートでした。それから、一番その印象に残っているゴールというのは、
いくつもあるんですけど、まあ、一つは、オリンピック出場を決めたサウジアラビア戦、マレーシアで行われた準決勝の、サウジアラビア戦の2対1で勝った試合の2点目のゴールですかね。前園さんが、伊藤輝義さんとのワンツーでゴールパス交換からゴールを決めたシーン、それから、ジョホールバルデの、中田英寿からのミドルシュートからの岡野さんのこぼれ球のゴール、やっぱりこの2つのゴールは、自分にとって世界大会に出るために必要なゴール、あるいは決めてくれたゴールでしたので、やっぱりこの2つのゴールは自分にとってかけがえのないゴールですね。はいはい、じゃああの長い現役生活お疲れ様でした。中日新聞の瀬田と申します。はい、すみません、ちょっと先ほどと重なってしまうところがあって申し訳ないんですが、あの川口選手のプロとしての基礎を作られたのってやっぱりあの高校時代かと思うんですが、その、まあ、母校の清志郎、まあ、今名前は変わってしまいましたけど、まあ、母校に対する思い、それからどういうことを学んだのか、それから、大滝監督にもあの引退を報告されたというふうに伺ったんですが、どういう言葉を伝えてどういう言葉を返されたのか、あの教えていただければと思います。お願いします。まず母校ですね。まあ、でも僕にとって、自分が在籍していたチームには同じように特別な思いがあるんですけど、まあ、やはり清少時代というのは高校選手権で優勝することができたし、自分のキャプテンとして全国制覇を成し遂げたチームですから、当然思い出深いチームですよね。で、まあ、大滝先生には、まあ、引退しますということを伝えたんですけど、その時にはあのまあ、お疲れさんと、まあ、やっぱり指導者というのはやっぱり義勝が経験してきたことを、やっぱり伝えてほしいと、まあ、僕は自分で言うのもおかしいんですけど、まあ、ワールドカップに今回出てるのはお前しかいないんだという言葉をかけていただいて、あ、まあ確かにそうだなというふうに思いまして、まあ、そういった経験をやっぱり伝えてほしいというふうには大滝先生には言われました。はい、50あまたあるあの J のクラブの中で SC 相模原で最後3年間プレーされて、今年は特にルーキーの田中選手、もう20歳違うゴールキーパーと一緒に過ごしました。はい、川口選手がたくさんいろいろ伝えたこともあると思いますけれども、はい、彼に引退することを伝えたとき、彼のリアクションとかどんな感じだったんですか？いや、ちょっと見てないんですけど、まだね、3試合残ってますし、まあ、トレーニング期間も3週間あるので、まあ、最後にね、まあ、田中雄大なりの何かがあるんじゃないかなとは思いますけど、まだそういうのはないですね。はい、あとお子さんのリアクションはいかがだったでしょう、はい、引退を伝えた時の。まあ、かなり前からね、かなり前というか、リリースする前から子供には伝えていたんですけど、最初はまあいいよと、いいよみたいなことは言ってたんですけど、先日練習試合があった時に、まあ、パパ12月2日で引退するんだよ
あ、12月2日で引退するのって聞いてきたんです。引退するよって言ったら、なんか突然寂しくなってしまったみたいで、まあ少しずつね、いろいろなことが分かる年齢にはなってきてますけど、まあ自分、息子がですね、記憶に残るまでプレーできたことは自分にとって誇れることかなと思います。はい、ということで質疑、あ、ありました。じゃあ一番後ろの男性の方いきましょうか。じゃあ最後の質問とさせてください。テレビ朝日の松本と申します。長い間お疲れ様でした。ありがとうございます。川口選手といえば、まあ、代表でもそれからこれまでの所属チームでもセービングはもちろんなんですが、PK を止める姿というのも非常に印象に残っているんですけれども、はい、何かその PK に臨むにあたって、その川口選手がこう、いつも心がけていたこととかコツ、それからなんか止めるための秘密みたいなものがあれば教えていただければと思います。いや、特にないですよね。目力で相手を威圧するぐらいですかね。はい、まあ、特にコツ、最近ね、キッカーの質も非常に上がってますし、キーパーを、ね、止める、キーパーを止め、PK を止めるキーパーも増えてますので、まあ、特にコツというのはない。はい、相手をいかに威圧するかだと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、まだ挙手されている方いらっしゃいましたけど、ごめんなさい、時間の都合上、こちらで質疑応答終了とさせていただきます。それではここで、まあ彼がSC相模原に来てくれたのもこの清翔時代の先輩後輩という関係もあるでしょうけれども、清翔に進まれたのも、この会長がいたから清水商業に進まれたという話も聞いたことがあります。 SC 相模原、代表取締役会長の望月重義より花束の贈呈を行わさせていただきます。すみません、お願いします。あ、ありがとうございます。素敵な笑顔、ありがとうございます。こちらお願いします。お願いします。田口さん、こちらお願いします。こちらお願いします。ありがとうございます。田口さん、すみません。こちら向きでお願いします。もうちょっとなんか近づいてもらえますか。はい。ちょっと笑顔で。そうですね。はいはい。笑ってもらう感じですね。はい。もう一度、こちら側にお願いします。今度はテレビさんの方お願いします。まあ、テレビさんお願いします。大丈夫でしょうか。ありがとうございました。一言、今日集まりいただきありがとうございます。吉勝の、選手生活25年、本当にこういろいろ感極まることはあるんですけど、まずは皆さん大きな拍手で吉勝を送ってあげてください。で、残り3試合あります。で、12月2日、C 相模原の最後のラストマッチになるんですが、まあ、僕の立場から試合出る出ないは言えないんですけど、期待してください。今日はありがとうございました。では最後、改めて、まあ、僕も3年間近くで DJ として彼見させていただきましたけど、今日の川口吉勝選手はすごく必死で我慢している状況で頑張って頑張って奥歯を噛みしめて、
涙を流さないように必死で我慢して今この壇上に立っていると思います。でも多分この景色を見て本当に彼は感謝をしていると思いますし、改めて今日はですね、記者の方63社130名の方がこの川口能活選手の引退関係のために足を運んでくれました。改めて川口能活から皆様にお礼のご挨拶をさせていただきます。ケチャップさんが、この会見のこの風景ですね、写真を、撮っていただいたときに、その写真を僕見てですね、実は会見をする前に泣いてたんです。これだけ多くの方が来てくれるとは思っていませんでした。自分にとって川口能活というのはこの、1年2年なんです。自分が代表であるいは J1 でプレーしていた時の川口能活は過去のものなんです。ですから僕のためだけにこれだけの方々が集まってくれた、もしかしたら自分がプレーしてきた中で今日が最高に嬉しい日です。プレーを続けてきて正直大変なことの辛いことの方が多かったです。でも今日これだけの方々が来ていただき、すべて過去のものになりました。あと、残り3試合、それからトレーニングは残り、2日までですから残り3週間あります。最後プロの選手としてやるべきことを全うしたいと思っておりますし、皆さんにしっかり、恩返しできるように、ただ最後の試合もまだ出場確定ではありません。ただ今まで通り、試合に向けての準備をしっかりしたいと思います。今日は本当に自分がプレーしてきた中で最も喜ばしい日になりました。皆さんありがとうございました。ということで以上をもちまして川口能活選手現役引退記者会見を終了とさせていただきます。ぜひ皆さん12月2日の川口能活選手サッカー人現役としての最後、皆さんまたこれだけ たくさんの方がお越しいただくことを皆さんと一緒、ね、川口選手と一緒にお待ちしておりますので、ぜひお越しいただければと思います。本日はお忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございます。